はい、皆さんこんにちは。今日はですね、2018年ももう最後ということで、今年買ってよかったものランキングベスト3を発表していきたいと思います。それでは早速第3位、はい、こちらです。こちらは6とユニバーサルオーバーオールコラボのジャンパースカートです。 SS の商品になるんですけれども、一番気に入っているポイントは季節問わず年中着れるところと、あとこの色味ですねが特にお気に入りです。こんな感じで冬はざっくりしたニットに合わせてもいいし、夏は T シャツとかカットソーと合わせてもすごく可愛いので一年中着ることができます。で、色なんですけど、色はこの薄いグレーと濃いブラウン2色あって、最初はブラウン派だったんですけど、やっぱりこっちの方が何にでも合わせやすいし、ニュアンスカラーで結構しっくりきたのでこっちを選びました。今でもやっぱりブラウンじゃなくてこっちの色にしてよかったなと思ってます。ユニバーサルオーバーオールとのコラボは確か去年はパンツが出てたんですけど、今年はスカートなんですよね。で、スカートの嬉しいところはトイレに行きやすいところなんですよね。パンツだと一回こう全部脱がなきゃいけないのがすっごい大変で、それもあって私は今まで買わなかったんですよね。今年はこのスカートバージョンが出てくれてすごく嬉しいです。後ろにこのユニバーサルオーバーオールのタグがついてます。スリットもしっかり入っているので歩きやすいです。はい、これが3位です。続いて第2位はこちらです。こちらも6ビューティー&ユースで購入しました。これはエベレストっていうブランドのウエストポーチになるんですけれども、こちらを第2位にした理由は色味と実用性、値段ですね。特にこの色が今年すごい流行った、この綺麗な紫色をしてるんですね。そう、こういう紫のバッグが欲しくて、で特にね、今年こんな感じでこうウエストポーチにしてね、持ち運ぶスタイルが結構流行ってて、しかもこれ定規と携帯が見事にすっぽり入るサイズなんですよ。ここに定規とこっちにスマホ、こんな感じでぴったり収まります。で、ここに財布も入りますね。鍵を引っ掛けるこんなフックもついてます。で、こんなに便利なのにお値段も2000円だったので、これはもう大満足で、私のインスタを見てもらえると分かると思うんですけど、夏はほとんど毎日これつけてました。はい、で動画のコメント欄でもこれを紹介している動画を見て買ってくださった方も結構いらっしゃって、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ということで、便利で可愛くてお値段も安いっていうこちらのね、エベレストのウエストポーチが第2位となりました。はい、そしていよいよお待ちかね、栄えある第1位は、はい、こちらです。なんだかわかりますか？はい、そうです、こちらのギャルソンとナイキコラボのコルテッツのスニーカーです。こちらが第1位となりました。こちらはもうダントツの1位です。もうお気に入りすぎて、これ8月に買ったんですけど、現時点でまだ1回も履いてないんですよ。なんかデザインが好きすぎて眺めてるだけでも結構幸せなんですよね。いや、履きたいんですけど、履くとここが汚れそうで怖くて履いてないです。でもこれ合皮でできてるので、なんか合皮って履かないとここが割れてきたりしてきちゃうみたいで、置いておくと余計ダメになっちゃうらしいんで、これからガシガシ履いていきたいと思います。はい、でもちょっとね、お気に入りすぎて履くのが怖いです。そのぐらい気に入ってます。この靴を買うきっかけとなったのが、最初コレクションを見てたんですよね。コレクションでこれ履いてて、わ、何これ、めっちゃ可愛いと思ってすぐにお店に見に行ったんですね。でもその時はすでにもうお店の在庫もほとんどない状態で、在庫のあるお店を探してもらってやっと見つけたものになります。この底の厚さが7センチもあるので、かなり身長が漏れます。その時ちょっとお金をセーブしてたんですね。で、このスニーカー5万6000円ぐらいするから、どうしようかなーって最後まで本当買うか買わないか悩んでたんですね。でも残り在庫少ないし、多分買わなかったら後悔するなと思って、思い切って貯金を崩してまで買ってしまったスニーカーです。
でも私は貯金を崩してでも買ってよかったと思ってます。なんかもうここと2位の間がもう私すごいかけ離れてると思うんですけど、もうそれぐらいお気に入りすぎるぐらいお気に入りです。ギャルソンとナイキコルテッツのこの厚底スニーカーが1位でした。はいはい、というわけで2018年買ってよかったものランキングベスト3発表していきました。いかがでしたでしょうか。これで今年の動画はおそらく最後になるかと思います。今年1年動画を見てくださった皆様、本当にありがとうございました。また来年もエイミーのチャンネルをよろしくお願いいたします。それでは本日も最後まで見てくださりありがとうございました。また来年お会いしましょう。良いお年をお迎えください。バイバーイ。